どうも、歌よりです。松井和代は僕を騙したんです。動画を見れば真実がわかると思って動画を見たら趣味滅裂すぎて何も入ってこない。そんな和代に曲を作りました。聴いてください。バイアグラ 100mg 男。どうしちゃったの和代さん、栄一郎が弾いている辛そうでかわいそうだけど、 YouTube で動画上げるなんてお前バカなの。1日で200万以上の再生数、内容よりも肌荒れが気になる。動画が地味に長い、見るのがめんどくせえ。要点絞って編集してよ、しかもなんで縦撮り。バイアグラ100ミリ男、何か思い出す金髪豚野郎。関係者誰か止めてやれ。カズヨの頭がおかしくなったとしか思えん。恐怖のノートの意味わからん、ブログの内容マジ異常、編集たまにネタっぽい、カメラ目線が怖すぎ笑った。普通な叫び笑けてく極度の被害妄想、バイアグラ公開の重要性、名前につけたいだけど見た。とにかくここじゃ格好のネタ。